ボスは今からまたお化粧の動画を訳したので、それを録画したいと思うんですが、今回はアンジェリーナ・ジョリーのメイクアップ、彼女の顔に近づけるためのトランスフォーメーションの動画を訳しました。アリー・アートさんっていうロシア系の女性なんですけど、歌手で2つアカウントがあって、サブチャンネルで化粧のことをやっているんですね。それでアンジェリーナさんについて今言及しているのを訳しました。では行きましょう。アンジェリーナは一番リクエストが多いですが、再現するのが最も難しい顔の一つだと思います。最善を尽くしたいと思います。まず暗めのパウダーを塗っていきます。顔にちょっと暗めのパウダー、だから暗めの、私ちょっと今あれどこに置いたかな、暗めのパウダーって。普段お化粧しないから頂き物をこうお見せしているんだけど、暗めのパウダーってこんな感じかな、こういう色かな、を使ってこういうちょっとペンシル使って、こういう大きめの太いやつ使って塗っていきます。それから顔をねちょっと狭く見せるために、彼女はちょっと細い顔なので、細い顔に見せるために、そうですね、パフを使って、パフあるかな、うちちょっとどっかにあるかもしれないけど今手元にありません。パフを使って顔の、まあ耳の横あたりをダークにするつもりです。顔の側面、まあこの耳の横あたりから頬にかけて、顔の側面の縦の線を暗い色にします。それでさもないと顔が丸く見えてしまうからです。頬骨を、描いていくのですが、とても垂直に描きます。これによって顔を長く見せることができます。細いブラシを使ってアイシャドウを取っていきます。そしてちょっとピンクがかったグレー、どういう色かな、ちょっと私はわからないんだけど、ちょっと失礼します。なんか探してくる、ピンクがかったグレー、なんだろう、ピンクはあるかもしれない、ピンク色、グレー、ピンクがかった、もしかしたらグレーのアイシャドウとピンクのアイシャドウを混ぜるとそういう感じになるんですね。私今ここに手元にピンクのアイシャドウがありますね。これピンクのアイシャドウがここにありますね。ピンク、これあとグレーもありますね、この横に。この2つを合わせるとちょうどピンクがかかったグレーになると思われます。これを使ってですね、何をするかっていうと、どこまで行った？頬をこのアイシャドウでも何でもいいんですけど使って、まあ、頬骨のところを塗っていきます。そして白い、まあ、ハイライト、この白いハイライト、これですね、白いハイライト、これ使って、何をするかって、耳の横のところから下のところに向かってちょっと塗っていきます。輪郭を四角い感じにします。彼女の輪郭は四角いです。耳の横から下の方に向かってこう、顎に降りていきます。この白いハイライトを、これね、白いハイライトを使って描いていきます。そして、次のページに行きます。四角い顎を作る必要があるのです。彼女は、四角い顎をしています。
そして鼻の下のところに行きましょう。鼻の下とその鼻の側面にはあまり影がありません。彼女の鼻は非常に平らです。まあ、横顔とか見るとさ、結構さ、彼女のお母さんってフランス人なんですけど、どっちかっていうとちょっとアメリカインディアンだから、ネイティブインディアンも混じったようなフランス人っていうか、ちょっとアジア系の顔の人っていうか、横から見ると口と鼻の高さが同じぐらい、だから普通ヨーロッパ人って鼻の方が口より高いんですね。でも彼女の場合は横から見ると同じぐらいの高さなのね。ちょっとアジア系って感じで、まあネイティブインディアンだと思うんだけど、でまあ彼女の鼻は非常に平らなので、おでこには白いまずハイライトを塗って、こういうふうにイメージとして白いハイライトは常にこうあるんですけど、これまあアイシャドウのセットっていうか、こういうパレット買うと必ず白いのはついてきますね。これを使っておでこに、そうですね、何を使って塗ったらいいのか分からないけど、まあこうやって塗っていきます。そしてそうですね、コンシーラーを私は持っていないので何を使ったらいいか分からないけれども、まずそうですね、コンシーラーも使ったらいいかもしれません。私コンシーラーってまず何か分からないっていうか、買ったことないから分からないけど、修正するための何かかなのかな、何かなのかな、彼女の鼻の穴はとても小さいです。そして鼻筋も小さいです。ですから、小さいブラシを使って鼻の先端にちょっと暗いシャドウを入れていきます。まあ小鼻のところに暗いシャドウ、何でもアイシャドウでありますよね、暗い色って。例えばまあブラウン系とか、こういうブラウン系のシャドウを小鼻のところにちょっと描いて小さく見せます。影をつけるっていうか。そしてそうですね、鼻の両側にも暗いシャドウを入れて狭く見せるために、鼻をちょっと狭く見せるようなそういう作業をします。目の下にはコンシーラーを塗ります。私コンシーラーっていうものを持ってないので、もしかしたらこういう BB クリームってあるじゃないですか、ベースになる BB クリームとか、ちょっと白い感じのホワイト系の白い感じで、あとこれは固形の BB クリーム、これも BB クリームっていうベーシックとなるベースとなる、まあ、固形のクリームね、これを持っています。これを塗るもいいかもしれません。そしてアイシャドウは、このアリーさんっていう人はマックスファクターマックのブラウンの色をアイシャドウとして使いましたと言ってます。そして目の端をちょっとこう、まあ、マリリンモノとかさ、そういう感じで持ち上げていきます。そして目の下のウォーターラインにもシャドウを塗ります。ブラウン系ね、多分ブラウン系って私が持っているのではこのブラウン系ですね、こういうちょっと金色の入ってるのとか、赤いブラウンとか、あとは暗い感じのブラウンとか持ってるんですけど、こういう感じかな。僕はこれもいただいたものなのし、いただき物ほとんどなので普段化粧しないので、これもすごい濃いブラウンね、これもブラウンですね。ブラウン系のものでちょっと影をつけていきます。アイシャドウはね、こうやって暗い感じにして、そして目の端を持ち上げていきます。このアイシャドウを使って細いペンシルっていうか、まあ筆、細い筆を使って、まあ、アイライナーを入れていきます。持ち上げていきます。目の目尻、そして目の下のボーダーラインにもシャドウをこうやって暗く塗っていきます。そしてマスカラはちょっとだけつけます。あまり彼女はマスカラを使っていません。私はまあ普通のこの黒いマスカラを使っているのですが、ちょっとだけつけます。そして眉毛は生え際のところから
卒業にかけてとても彼女は細い眉毛をしています。ですからもし必要があれば眉をさそういう形に整えるというか細くする必要がありますね。そして上に上がって眉毛こう生え際から上に上がって最後にはちょっとまあ3分の1ぐらいのところは下に下げていく感じかな。そして唇は白いペンシルで周りのところを描いていきます。鼻の下の2本の線合いますね。そこに白いペンでちょっとそうハイライトを入れていきます。私は白いペンってないからさ、まあ使うとしたらさっきのこの、アイシャドウについてるこの白いハイライトを使ってこうつけていきます。こういう細いペンを使ってね、ペンっていうか筆っていうか、まあ筆ありますよね、こういうの細い筆。そしてそう、彼女の唇はとっても特徴的です。ちょっと下唇がさ、あのたらこ唇みたいな感じで、中央は、唇の中央をちょっと明るい色に塗っていくので、そうですね、ちょっと赤いペンシルを取って中央を明るい色に塗っていきます。そして下唇の中央に赤いペンシルでちょっと真ん中に線を描きます。それが彼女の特徴なんですね。その両側には白いペンシルで色を入れていきます。私は白いペンシルないからさ、あのハイライトを使います。そして黒いペンシルを取って、まあそれは眉墨でもいいし、あのアイライナーでもいいけど、黒い鉛筆ありますよね、それを取って唇の輪郭をもっと描いていきます。そして、まあ、写真を見て、彼女の写真を見ながらやるとその形がわかるでしょ。だから真似していくって感じ。そして下唇をとても太く描いていきます。彼女の唇太いじゃないですか、下唇が 黒くちょっと描いて、それで中の方をまあお好きな色を、唇の色を、まあ、ローズ系でもレッド系でもピーチ系でもオレンジ系でも何でもお持ちの自分にで、ちょっと中を塗っていきます。そして最後にリップグロスを追加して終わりです。私はリップグロスってこれかな、これとかかな、これとか、あとこれ、リップグロスをで、これかな、それでちょっと光らせるみたいな、そう、あのこんな感じで終わりなのですが、いかがでしょう。皆様ももうすぐハロウィンなので、いろいろな女優さんの顔に挑戦してみてくださいね。あの楽しいと思います。時間があれば、あの勉強してる方は、学生さんの場合はちょっと時間があれば遊び心で週末など遊んでみてください。はい、それではありがとうございました。また次回お会いしましょう。チャオ。